入学前は集客すらもちろんできてなかったですし、売上もゼロでした。この3ヶ月間でいうとトータルの売上ってどれくらいでしょうか？トータルは450万くらい。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回はですね、インスタ454フォロワーで3ヶ月で440万円ね売り上げた秘訣っていうところについて、米田さんと一緒にね実績の声取っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現在の活動内容を教えていただいてもよろしいでしょうか？主にセールスコンサルタントとしていて、はい、あとはセールスのみならずインスタ集客とか LINE の完全構築、セールスのスクリプトとかもこちらで構築するっていうサービスも行ってます、うん、営業の台本作成丸投げサービスであったりとか、そういうのを結構されてますね。米田、はい、さん、うち入学いただいて前回実績の子1回取らせていただいてるんですけど、再度にはなるんですが、ご入学の決め手ってところも教えていただけますでしょうか？入学する前は自己流でインスタやってたんですけど、自分の発信したい内容ばかり上げてとか。その時ってどうですかね、集客面とか。全然反応ないですし、これが合ってるのか間違ってるのかもわからない状況でした。インスタ集客を教えてる方とかって最近すごい増えてきたと思うんですけど、その中になんかうちを選んでいただけた一番の決め手というか、そういうのはあったんですか？僕が決め手となったのは北野さんのインスタライブ見てなんですけど、ライブ見る前からちょこちょこ北野さんのフォローしてさせていただいて、ライブでプロフィールのお話とかちょうどされてる時やったんですけど、はい、自分に足りないのここだなっていうのをまさにそのライブで痛感させてもらって、でワンデイズームセミナーですかね、受けさせてもらって、ここでどならおうって思ったのがきっかけですね。入学前と後での変化ってところも聞いていきたいと思うんですが、入学前の状況、先ほどインスタ独学でっておっしゃられてましたが、正直そのフォロワーの伸びというか集客面とかね、売上面ってどんな感じだったんですかね？入学前は集客すらもちろんできてなかったですし、売上もゼロでした。あそこから入学後の変化っていうところで言うと、インスタのフォロワー数とそれに伴ってどういう感じで売上推移していったのかってところも教えていただけますでしょうか？フォロワー数で言うと2ヶ月で350人ほど、売上190万円で、3ヶ月目でそこから100人ぐらいしか伸びてないんですけど、450人ぐらいで今は。今ご入学されてからこの3ヶ月間で言うとトータルの売上ってどれぐらいでしょうか？トータルは450万ぐらいですね。素晴らしいですね。インスタグラムより454フォロワーですかね。で、3ヶ月売り上げ、440万から50万ぐらいの売り上げを達成されていらっしゃるということで、その秘訣ってところをね、具体的にこの後米田さんのインスタを共有しながら、いろいろねぼりはぼり聞いていきたいなというふうに思うんですが、今日のね、動画最後まで見ていただくと、本当に少ないリスト数や少ないフォロワー数でもインスタグラムでね、月7桁以上売り上げ上げる方法とか、米田さんがインスタでどういう投稿をしていたりとか、あとライブを使ったね、マーケティングの話だったりとか、あとは LINE の配信のコツとかもね、わかりますので、ぜひこちら最後までね、見ていただけたらと思うんですが、ではですね、今、こちらに出ているのが、米田さんのですね、インスタグラムのアカウントになるんですが、このプロフィールコンセプトっていうのはね、初回コンサルの時に一緒に作らせていただいたね、コンセプトで、まあ、売上に伸び悩むズームセールス専門家っていう形で、セールス苦手なコーチコンサルタントの方へっていうコンセプトでね、今発信されていらっしゃいますけども、アイコンとかプロフィールとか投稿文とかライブとかね、いろいろポイントってあると思うんですが、と米田さんがインスタで重点的にやってよかったなっていうポイント教えていただけますでしょうか？ストーリーズとライブですね。ちなみにストーリーズとかってどういう内容を上げられてたりしますか？基本的にちょこちょこプライベートも混ぜながら、ストーリーズでの保育っていうのを意識してますね。セールスっていうのがすごく大事なんだよっていう話とか、あとはフォロワーさんとのコミュニケーションを意識してます。フォロワーとのコミュニケーションっていうと、例えばその DM だったりとかコメント返しとか結構されているって感じですね。質問コーナーとかもね、ちゃんとやられていらっしゃいますよね、ストーリーで。あとは勉強会のね様子っていう形で、米田さんからサービス受けるとこういう感じでサポートしていただけるんだっていうのはすごいイメージ湧きますよね。ストーリーではセールスの話をするって先ほどおっしゃられてましたけど、セールスがなぜ重要なのかだったりとか、売上を上げるためにセールスが重要ですよっていうちょっと教育面的な内容も結構強めに入れていらっしゃるっていう感じですね。そうですね、まあ、感覚的には半々ぐらいですかね。僕娘との生活みたいなプライベートを結構ストーリーズに載せたりするんですけど、それ半分で教育ってところも半分で、両方にフォロワーさんからこう反応いただけたりとか、スタンプポチポチしてもらったりとか。ビジネスだけじゃなくてちゃんと人柄を出しているっていうところもね、参加につながっている秘訣かなというふうに思うんですけども、米田さんもそうですし、それ以外のうちの受講生さんも少数フォロワー少数リストで売れてる人って人柄をねしっかり見せている方が多いんですよね。そのあたりすごい効いてるかなっていうところと、あとインスタライブもね最近始められたということで、実際にライブ配信ねされてみてどうですか？感触というか手応えというか。ライブを、はい、2月から始めたんですけど、公開で10人以上来てくださって、同時接続10人以上、すごいですね。で、終わってからの皆さんからの DM での反響がすごくて、めちゃくちゃ有益でしたっていうメッセージとかをめっちゃいただいて、そういう DM いただくと、次も皆さんの悩み解決になるようなお話をしようっていう
う自分にもモチベーションにもなるし、実際に僕のフォロワーさんからいただいた悩みを解決するっていうテーマでライブしてるので、その内容を私も知りたかったっていう方が結構多い感触で、毎回盛り上がってすごく楽しいです。素晴らしいですね。やっぱり相手が求めてるものをやっぱ提供してるからこそね、ライブ終わった後も DM 来るって相当ですからね、本当に良かったっていう感想をね送ってもらえてると思うので、実際ライブからの問い合わせってところもどうですかね。まだ始められたばかりだと思いますが、初回で問い合わせは2件、2回目も1件問い合わせ来て個別相談したりとかつながってますね。素晴らしいですね。ライブやるときって最初視聴者数がどうしてもやっぱ5人未満だったりとかしてしまう方って結構多いと思うんですけども、事前告知どういう感じでされてましたか？事前告知もめちゃくちゃ重要視してて、だいたい3日前ぐらいにフォロワーさんからこういうお悩みいただきましたっていうのを載せて、この悩みを解決しようと思う、ライブをしようと思うんですけど興味ある人はいますかっていう感じで3枚ぐらいと分けて紙芝居みたいな感じでストーリーズで告知して、で前日で明日テーマはこれでやりますみたいな感じでリマインドしといてくださいねっていう。もう今の皆さん結構ねそのまま活用できるぐらい有益なノウハウだと思うんですけど、事前にシーディングをちゃんとしておくっていうのが結構重要かなっていうのがありまして、僕とかだと、ね、フォロワー多いんで当日告知でも80人とか100人ぐらい集まったりしますけど、これからの方こそこの事前告知力入れていただくだけでもね、だいぶね視聴者数増えていくと思いますので、そこぜひ意識してほしいなと思いますね。あとフィード投稿も統一感持って綺麗に作られていらっしゃるなという印象を受けるんですが、インスタグラム本当に少ないフォロワー数で400フォロワーで売り上げ400万以上売り上がってる秘訣として、投稿とかで米田さんが意識されていることってありますか？まず一番はやっぱりタイトルですね。まずアップしてもらうっていうのを意識して、共感してもらえるような内容だったりとか、しっかりとお客さんの悩みを理解した上で悩みを解決できる内容っていうのに意識して投稿を上げてます。前から思ってたんですけど、米田さんすごいタイトルがね上手ですので、まあ、うちの学科でも、ね、タイトルテンプルをお渡しさせていただいてるんですけど、直近だとこのセールスお化け一瞬で懐に入る小悪魔テクニックとか、クライアントを超やる気にさせる魔法の言葉7選とかね、タイトル的にこれは見たいぞと思ってしまうようなねタイトルだと思うので、ぜひ皆さんも米田さんのインスタタイトルの参考にねチェックしてみていただくのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。インスタから LINE 公式アカウントで言うと、合計リスト数で言うとどれぐらい集客ってできてますかね？今670人ですね。LINE 公式アカウントって1リストあたりだいたい1万円か2万ぐらいの価値があるから、50リストから100リストあったら50万か100万ぐらい売れるよっていうの基準としてね業界で言われていたりするんですが、そこにさらにストーリーとかインスタライブでしっかりと圧倒的にファン化をすることができれば、1リストあたりの価値が4倍に上がって100リストで400万とかね、それこそ米田さん今70リストぐらいで440万って売り上げ上げられてますけども、1リストあたりの単価を上げることで制約率が鬼高くなるっていうねことがあるので、ぜひねインスタライブも活用していっていただきたい、嬉しいなと思うんですが、さらに米田さん今回成功できた秘訣として LINE の配信にもねポイントがあるんじゃないかなと思って聞いていくんですが、 LINE の配信で意識しているポイントって何かありますか？超有益な内容を全3回の動画でプレゼント動画っていうのを用意してるんですけど、まずそれを欲しいって思ってもらえるようなプレゼントを用意するっていうのを意識してて、そこから配信内容のライティングもしっかりとターゲティングを1名に絞って、その人に刺さるキーワードをしっかりと選定してるっていうのは意識してます。素晴らしいですね。ペルソナ設定ですよね、ちゃんとたった一人の人に向けて発信するっていうのができているっていうところと、 LINE の配信ってどういう内容を何対何ぐらいで発信すればいいか迷っちゃうって人も結構いると思うんですけど、テクニック系の発信と自分のプライベート面とかマインド系の配信って大体どれぐらいの割合で発信されてたりしますか？僕の場合結構テクニック系よりなのかなとは思ってて、マインド面とかはまだそこまで LINE では配信してないんですけど、マインド面は逆にストーリーズで流してるっていうイメージですかね。 LINE の配信とかでも僕もノウハウ全部出した方がいいよって言ってるんですけど、ヨネさん結構出されてたりしますかね？そうですね、動画ではめちゃくちゃ有料級の内容ばかり出してるので、コンサルの内容で伝えてる内容とかも普通に出しちゃってるので、最初無料の体験の場である程度ノウハウをギブして、それで価値感じていただけたらもっと学びたいっていうので、最終的にサポートを受けないといけない方が多いと思いますので、動線もねしっかりできてますね。動画見てくださってる皆さんもね、 LINE の配信でノウハウを 100% 出して OK っていうね押さえておいていただけたらいいかなというふうに思います。今日いろいろねノウハウだったりとかポイントを聞いてきたんですが、最後ですね、こちらの概要欄の方でもね、米田さんのインスタグラムのリンク、そして LINE 公式アカウントのリンクも貼っておきますので、 LINE の配信とかインスタのストーリーとっても勉強になると思うんで、ぜひね登録してチェックしてみていただけたら嬉しいなというふうに思います。ということで米田さん、本日はねお時間いただき本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、今回の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。私の LINE では弊社がインスタ1000アカウント以上プロデュースして判明した、今最も結果の出る再現性の高いインスタグラム集客のノウハウ動画、そして LINE 公式アカウントの配信で制約率の2倍3倍高めるためのテクニック系の動画をプレゼントしております。またこの YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS 集客のノウハウを日々配信しておりますので、ぜひね今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてもっとです
ですね、SNS を使って集客、そして売上アップにつなげていきたいという方はですね、弊社、自宅で受けられるワンデー無料ズーム勉強会というのをね、日々行っております。まあ、こちらも興味ある方はね、下の概要欄から LINE 登録いただいて、ズームセミナーとカタカナの名文字でね、メッセージを送っていただきますと、日程が届きますので、こちらからお申し込みしていただけます。まあ、今だけね、参加特典として、こちらに出ているね、豪華6大特典をね、無料でもらえますので、ぜひね、セミナーの方もご参加いただけたら嬉しいなと思います。それではまた短い動画でお会いしましょう。